宅急便、宅急便とは、ヤマト運輸が提供する宅配便サービスの商標である。黒い猫、通称、黒猫をトレードマークにしている。同社の親会社である、ヤマトホールディングスの登録商標、第302万3793号他である。もともと、当時のヤマト運輸、現、ヤマトホールディングスは、三越、現三越伊勢丹や松下電気産業。 原パナソニックなどの専属配送業者であったが、1960年代、全国に高速道路が整備された車が長距離運送に参入していく中で、ヤマト運輸は乗り遅れ、ここにオイルショックが重なり、経営危機が噂されるほど業績が低迷した。1971年に社長になった小倉正夫は、当時の運送業界の常識であった、中華、配達に手間がかかる、 小口荷物より大口の荷物を一度に運ぶ方が合理的で得という理屈が誤りだと悟る。小倉は小口の荷物の方が 1kg あたりの単価が高いのだから小口貨物をたくさん扱えば収入が多くなると確信した。また当時個人が荷物を送るには郵便局に持参する郵便小包、現在の U パックに相当する宅配便サービスがあったが 重量は6キログラムまでであった。一方鉄道を利用する、窒器という制度があり、こちらは3 0ラムまで遅れたが、差し出しはしっかりと梱包紙紐で縛って、小荷物取扱駅に持参し、受け取り人は駅に取りに行かなければならないという旅であった。どちらも一つ一つの荷物の番号管理をしておらず、いつ届くのかさえわからないサービスであった。小倉正雄はこの状況を見て、 サービスを向上させて参入すればライバルは存在せず、必ず成功すると確信した。そして、1975年の夏、宅急便開発要項を、社内発表、瀬戸薫、当時27歳、グループ内最年少、後に2008年から2011年まで、大和運輸会長を務めたを含む、若手社員を中心としたワーキンググループが1975年9月から、 新商品開発を進めた。1976年1月23日、電話1本で、集荷1個でも、家庭集荷、翌日配達、運賃は安くて明瞭、荷造りが簡単というコンセプトの商品、宅急便が誕生した。当初は知名度が低く、宅急便と勘違いされたり、営業所の猫の看板から、動物病院と思わたり、社員が、 翌日配達できますとセールスしても客に信用してもらえなかったりしたという。1日目の取り扱い量は11個だったが、その後急速に取り扱い量が増え、半年ほどで店に置ききれないほどの荷物が持ち込まれる、日も出るようになり、1976年度の想定取り扱いは20万個だったが、実際には170万個になった。日本通運など他社も、 同様のサービスを開始した。全国津々浦々を網羅する営業所を作るには、警察が通報を受けて、駆けつけるのと同じくらいの距離に営業所を置くのが、意図の考えから、1200所あった警察署の数を目標とし、取り付き店は郵便ポストの数を目標としたというエピソードがある。その後も営業地域の拡大を続け、1997年には、 小笠原諸島の父島、母島での営業開始をもって、離島を含む全国展開が完了した。1990年に、アメリカ合衆国の貨物航空会社大手、UPS と提携、合弁会社、UPS ヤマトエクスプレスを設立をした際に、ヤマト運輸の営業所から日本国外に配送する UPS 宅急便、現地では UPS のドイーバーが、 配達というサービスもあったが、2004年に合弁解消と同時に終了し、日本国外への輸送に関しての提携は継続。その後は、国際宅急便を代替サービスとして提供している。2000年、平成12年から、中華民国の企業であるとのライセンス契約により、日本国外へ進出した。なお、 台湾でもセブンイレブンが取扱い代理店となっているが、これはセブンイレブンを経営するのが同じ統一企業グループだからである。2010年より東アジア及び東南アジアでの宅配便業界へ進出を始め、1月にはシンガポールと中華人民共和国上海市で事業を開始した。今後はマレーシア、インドネシア、タイ、ベトナム、香港、 北京市などへの進出が計画されている。日本国外での名称は TA9 便としている。漢字文化圏では、卓球便という名称も表記していく予定であるが、日本発ブランドとして差別化する意味もあり読み方として TA9 便も併記している。2015年6月現在では、駐車禁止の規制強化とエコロジーの両面から、都心部では数キロメートルおきに営業所を設置。 営業所までトラック輸送した後、そこから先は自転車や台車で配達している。それ以前からも東京銀座地区など、都心の一部ではリアカーで配達している。京都市では京福電気鉄道と提携し、路面電車とリアカーを併用して、周廃業務を行ったり、岩手県では岩手県北自動車と提携し、トラック輸送の代わりに106 9行バスの車両を、 改造して営業所へ輸送する試みも行われている。宅急便の誕生以降、ほぼ一貫してサービスの拡充を続けてきたが、2010年代頃より a m a z o n .co.jp での取引の増加により、EC サイト取扱い荷物数が急増した一方、特に個人宅の日中の在宅率の減少による再配達依頼も増えたため、従業員の長時間労働が問題となった。このため、 2017年、平成29年には、運賃の値上げに踏み切ったほか、休憩時間確保のため、12時から14時の配達時間帯指定の廃止、運賃が割引になる、宅急便センター受け取りサービスの新設など、一部のサービス内容が変更された。宅急便には、お宅に急いでお届けする、サービスという意味が込められている。サービス名称には、他に、 ハニーライン、トゥモローサービス、クイックサービスなどが候補に上り、最終的にイープスと宅急便の二つが残った。サービス開始当時はこの二つを組み合わせてイープスの宅急便と呼ばれていた当時の宣伝チラシにこの表記が見られる。ヤマト運輸の宅急便の名称を含む宅配サービスには次のようなものがある。なお、 楽楽家財宅急便というサービスがあるが、これは、ヤマト運輸が提供するサービスではなく、引っ越し事業を行うヤマト HD 子会社の、ヤマトホームコンビニエンスという別会社が提供するビスであり、宅配便商品ではなく引っ越し商品である。もともとは、小さな引っ越し便という名称で、家具や大型家電を単品で送るサービスである。また、 メール便は民間事業者による新書の送達に関する法律による制限が存在するため郵便に代わるサービスではなくあくまで宅配便の受領員をもらわず郵便受けに投函するというサービスとし位置づけられているそのため送付物について新書手紙でない制限が設けられている宅急便の料金は荷物のサイズ荷物の大きさ重さで決まる現金 各種電子、マネー、黒猫メンバー割、ヤマト運輸でのみ使用できる、独自の電子マネー等で支払う。営業所や取扱店、取扱コンビニエンスストアを含むへの持ち込みあるいは、集荷による。卓球便の送り場は、一部ノーカーボン紙の副写式で、綴りになっている。初不通用の送り場の構成は次の通り、卓球便とヤマトは別のサービスであり、 大和便とは、卓球便では扱えない、サイズの荷物を送る輸送サービス、いわゆる貨物便、または路線便のことである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。